皆さんこんにちは。こんにちは。今日は肉ゴーヤをご紹介します。ゴーヤはチャンプルのように炒め物にすることが多いんですけれども、今日は肉じゃがのような煮物を作ります。はい、甘辛味のコクのあるゴーヤ料理なんですよね。はい、ぜひご覧ください。テキストは37ページです。肉ゴーヤをご紹介します。では作り方お願いします。はい、まずはね、調味料から合わせていきます。ボウルにですね、お水2カップです。ここに、お酒大さじ3です。そしてですね、今日は醤油、こちらも大さじ3です。ここに今日はコクが出るように黒砂糖を入れていきます。 20g です。そこにですね、今日は昆布、はい、こちらをですね、浸していきます。最初にね、こうやって調味料を合わせておくことによって昆布からの旨味が出るのでね、先に合わせるのがおすすめです。はい、続いて豚バラ肉 160g です。はい、豚バラ肉なんですけれども、だいたい4センチ長さに切っていきます。今日は薄切り使っていきます。豚バラ肉はですね、煮込んでも固くなりにくいのでいいですね。はい、続いてゴーヤ1本です。はい、今日の主役ゴーヤなんですけれども、ゴーヤはね、ヘタを除いていきます。そして縦半分に切っていきます。そしてですね、次にこちら綿を外すんですけれども、綿というよりも種を取るようなイメージですね。あんまりこの白い綿っていうのは苦味がないので、そこまで気にして取る必要はないです。はい、はい、そしたらこちらをですね、食べ応えがあるように煮物にするのでですね、だいたい2センチ幅ぐらいに切っていきます。今日はまさにゴーヤを食す、はい、はい、な感じで切っていきます。続いて玉ねぎ1個です。はい、玉ねぎなんですけれども、縦半分に切っていきます。そしたらね、横に繊維を断ち切るようにですね、横に切っていくんですね。こんな感じでですね、横に切ったらですね、真ん中の部分はそのままでいいんですけれども、長い部分はですね、また半分に切っていきます。で、根元の部分も無理にね、こう落としてですね、このまま使ってもいい、捨てなくてもいいですね。はい、はい、そうすることで味が出るんです。はい、そして糸こんにゃく 150g です。はい、糸こんにゃくはですね、水気を切ってください。これを今日はですね、ゆでこぼししていきます。はい、はい、沸騰したお湯にですね、ザルをかましてですね、こんにゃく、はい、ちょっとね、洗うような感じでゆでこぼしをしていきます。そうするとですね、やっぱ表面の臭みが取れるんですね。はい、こんな感じでですね、水気を切っていきます。はい、はい、水気を切ったらですね、食べやすい長さに切ってください。はい、では隣の火に参りましょう。はい、今日は鍋にですね、ごま油入れていきます。そしてですね、ここに潰したニンニク入れます。ひとかけです。はい、でニンニクなんですけれども、コクが出るんですね。でもニンニクの風味がちょっと苦手だなと思ったら、生姜を入れてもいいですね。はい、でまずはこうやって鍋を傾けてですね、ニンニクの香りを出していくんです。ごま油に移していきます。そしたらですね、次に豚肉入れていきます。はい、豚肉を入れていきます。でここでですね、まずはね、お肉をほぐすような感じで炒めていきます。はい、お肉をほぐすような感じで炒めていきます。ほぐしながら炒めていきます。でお肉のね、ここで色が変わったら、次にですね、こちらゴーヤを入れていくんですね。はい、はい、このね、豚バラ肉を使うっていうのはですね、肉の脂もあるのでですね、やはりね、美味しくなりますね。コクが出ます。そこに糸こんにゃくも入れていきます。はい、はい、でこちらをね、油がね、馴染むような感じでですね、混ぜていきます。だいたいですね、玉ねぎとかゴーヤにですね、ツヤが出るような感じですね。ゆっくりここでね、混ぜながらですね、炒めていきます。はい、はい、こんな感じですね。でここでですね、野菜の方にですね、ツヤが、油がこう、うん、コーティングされてですね、艶が良くなってきたら、先ほどここでね、合わせた調味液、こちらを加えていくんですね。はい、はい、昆布も戻った状態ですね。で味が出るようにちゃんと昆布はね、浸るようにしておいてください。そしてここでですね、ひと煮立ちさせていくんですね。はい、はい、煮立ったものが隣にあります。はい、煮立ったらですね、アクを除いてください。だいたいこの水分量はね、煮物の基本というのは出汁浸したなんで、浸したぐらいの感覚になればいいですね。そしたら次にここでですね、全体的に味が対流するように落とし蓋していきます。はい、落とし蓋をして火を弱火にします。弱めてですね、ここでね、10分間煮込んでいくんですね。はい、時々混ぜながら煮込んでいてください。はい、
弱火で10分ほど煮込んだものが隣にあります。はい、10分煮込むとですね、ゴーヤの方も柔らかくなります。で、そしたら次にここが今日のポイントなんですけれども、仕上げにですね、みりんを加えます。大さじ1です。はい、みりんを加えることによってどうなるかというと、砂糖を使った煮物だとですね、仕上がりが重くなっちゃうんですね。なのでみりんを加えることによって味を整えてあげる、あとツヤが出てですね、風合いも良くなるので、このままみりんを入れてですね、3分ぐらい煮込んで、あとは火を止めて味をなじませていくんですね。はい、はい、それでは材料のおさらいです。2人分の材料です。豚バラ肉 160g、 ゴーヤ1本、玉ねぎ1個、糸こんにゃく 150g、 にんにく1かけ、合わせ調味料は水2カップ、酒、醤油大さじ3ずつ、黒砂糖 20g、 昆布10センチで作ります。その他にみりん大さじ1、ごま油をご用意ください。甘辛い味付けにゴーヤの苦味がよく合って美味しいんですよね。はい、ゴーヤも厚く切ることができるので、それを食すことによって夏バテなんて感じなくなりますね。はい、今日のポイントは仕上げにみりんを入れることでした。今日は肉ゴーヤをご紹介しました。